つ本物のミルクというのは牛乳という意味があって、北海道は牛乳が有名なのでそこから来ています。はい、タイ料理みんなで食べたんですけど、一つ一つ辛くて辛いのに美味しいのがすごい印象的です。はい、タイ料理でグリーンカレーを食べたんですけど、とっても美味しくてお土産に買いました。初めてタイに来たんですけど、この3日間で私たちミルクスのこと